まあ、今回僕がニューヨーク住んでて思ったこと感じたことっていうのを、まあ、自分の感情として話していきたいと思ってるんですけど、現在アメリカで何が起きているかっていうのを知ってる日本人、若い人も大人の方もどんな人でもいいんで、それをどこまでみんなが知っているのか、でこれに対してどう向き合っていかなきゃいけないのか、今現在その黒人の方と白人の方の中で何が起きているのか、人種ってもの何が起きているのかっていうのを、今ニューヨークに住んでるからこそ分かることっていうのが、今回の問題をきっかけにすごく感じてます僕は。でそれをどう発信していくかってとても難しい問題なんですよ、これって。なんでかっていうと、僕は日本人でこっちに来るまでずっと日本に住んでて、そこまで人種の問題、この白人と黒人だけにも限らないですけど、今回白人と黒人にフォーカスさせてもらいますけど、白人と黒人って問題に対して、僕は日本にいる時に関してここまでひどいものだと思ってなかったです。いわゆる日本、アメリカで権力を持ってる人っていうのが、権力を持ってない人に対してやる扱いが確実に色で判断されてます。アメリカでは。そこに関して、どこまで日本人の、例えば、アンナだったりとか、リュート、キンタっていう存在が、どこまでそれに対して理解をしているか、他の若い子、他のこれを見てくれた方とかが、どこまで理解をして、この問題に対して動いているかって、今までこういう機会がないから分からなかったじゃダメだと思うんですよ、これは。これは今回こういう機会が、こういう問題が起きた。じゃあ何をする、じゃあその問題あったんだで終わらせるんじゃなくて、何をしてこれをどういい方向に持っていくか。自分たちがアメリカ人じゃないから関係ないやで終わらせちゃいけない話だと思ってます、これに関しては。どんな言葉であれ、人は人であって、色が違えど、僕たちが白人と僕たち、黒人と僕たちだったりとか、そんなものは関係なく、一人の人として、何をして、どうして、こういうことが起き続けてるのか、っていうところに対して、感じていかなきゃいけないし、無知ほど怖いものはないです。今回のことを調べずに、あ、こんなことがあったんだ、俺日本人だから関係ないや、私日本人だから関係ないや、で、終わらせてる人は、その感覚に、恐れた方がいいと思います。それぐらい大きなことが起きてますし、世界で。それぐらいみんなが真剣に取り組まなきゃいけないことっていう認識をしてほしい。ある事件がきっかけに今回このプロテストが起きてると思うんですけど、タイガの声で初めて知ったっていうのがあって、それを聞いた時の正直な意見としては、今みたいなプロテスト、抗議になるとは正直思わなかった。もちろんアメリカの中でも昔に比べては、共存しようとしてくれる白人、共存しようとしてる白人、黒人の方々っていうのはもちろん増えてるし、多分大多数の人間はそうやって思ってる。けど、やっぱ一部の人間っていうのは、過去の歴史のものをずっとこう、受け継いでしまっちゃってる人たちもいる。でもこれっていうのはもう本当に、彼らの中だけで終わらせちゃいけない話。だからこそアジア人である、日本人である人たちが、どこまでこれに対して掘り下げていけるかってところが本当に重要になってくる。彼らの人種2つの関係、2つの人種だけで済む話ではなくなってるっていうのが僕の中ですごく感じる。そこは当たり前ではない。アメリカでそれがもう毎日のように左半人の方に起きているかって言われたら、そういうわけではない。今回のプロテストに白人が参加してる人もいるし、うんうん、私が今回思ったのは、やっぱその黒人が無差別に殺されてしまった事件ばかりが、この事件を機にその、うん、表にたくさん出てきたりとか。でもそればっか見ちゃうと、うん、じゃあ仲良く しようとしてる白人の人たちもいるっていう部分がやっぱ薄れてしまう、うんうん、理解を深めようとしている白人の人たちだっているっていうこともやっぱちゃんと知っておくべきだなとは思う。うん、もちろん、うんうん、でもそこはなんかそのメディアだけを見ていたらわからない部分であると思っていて、うん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 、僕たちは今そのタイガからそのリアルな現状を聞いているからこそ深く調べてこういうことが起きているっていうのは分かっているんですけど、それの情報がないままメディアだけを見ているとやっぱりメディアとリアルの差ってすごくて、うん、その僕が調べていて見ていた記事では、そのリアルでは車に乗った方が、うんうん、そのプロテストの集団に突っ込むっていう映像を見たんですけど、メディアでは突っ込む手前までしか映してないんですよ。
うん、メディアではそういうふうにその警察官の車が集団に突っ込むっていうところは見せずに、プロテストの集団が警察官の方に向かっているという立場しか見せていない。そういう状況が今あるからこそ、メディアだけを見ていてもわからない部分っていうのはすごいあるから、うん、っていうのはちょっと調べていて結構感じましたね。そうだね。あとやっぱこう火をつけたスーパーの前でこうファインティングポーズを撮ってる人がいたりとかっていう写真が、どうしてもやっぱその注目されてしまう、トピックとして上がってしまうだよね。でもやっぱこう深く深く知っていくと、黒人の方たちも暴動でことが解決するとはやっぱ思っていない、思ってない、思ってない人の方が大多数であり、うん、でまあその過激派っていうのは、僕は今回のこう運動っていうに対してはすごく賛同してて、これから先こういう彼らだけじゃなくて僕たちアジア人関係ないよっていうわけじゃなく、一緒に行動していかなきゃいけないと思う中で、今回僕プロテストに関しては参加してないんですよ、ニューヨークで、いろいろ行われてるものに参加してない理由の一つとして、ここまで自由の権利として歌ってる中で、人が傷ついたりとか、人を傷つけたりとか、物を壊したりっていう一部の人がいるっていう現実っていうものに対して、僕はそこは反対なんですよね。そういう行動。確かにそれぐらいも怒りが溜まってしまってて、彼らの中で。それを発散する仕方っていうのはそれしかなかった。そういう自分たちを主張する仕方っていうのはそれしかなかった。っていうのは理解ができるんですけど、それに対して、こう、やっぱ賛同はできない。で、それに賛同できない黒人の人が大多数いるっていうのも事実としてあるけど、それをやっぱメディアは報道していない。調べないとわからない。ツイッターとかで画像を見ないとわからない。っていうのが今行ってるっていう、さっきリュートからも出たメディアとのギャップ、うん、で、本当にそういうところが多くて、じゃあ警察官がずっとこうメディアに対してひどいことをやってるかって言われたら、そうじゃない警察官もいるよっていうところはメディアは報道。あくまで過激なところ、ひどいところ、いわゆるこう、興味をそそられるような記事を書くっていうのに専念しすぎてると思う、うんうん、見てる人全員が個人で発信していくしかないと思う。そういうのができるできないじゃなくて、するしないだと思ってるんで、やることは誰でもできる、うん、だって毎日携帯触ってるわけで、その携帯でちょっと調べるとか、うん、何かやるっていう、そのたった何かを調べるっていうことで、この世界のみんなの意識っていうのが変わるかもしれないっていうとこを見て見ぬふりをしてるっていうのは良くないと思う。今運動して自分の身を削って、自分の気持ちを声を枯らして届けてる人たちの努力が何もなさない。あの人たちがやってる努力って白人にだけじゃないから伝えたいのっていう、世界の人々に自分たちの存在はこうなんだよって、うん、そこをつないでいきたいのに、それを見て見ぬふりして、あ、メディアでこういうことやってんだぐらいで終わらせてしまったら、彼らの努力が水の泡になっちゃうから、プロテストっていうのが収まったとしても調べ続けてほしいし、考え続けてほしい。やっぱその調べ続ける人、考え続ける人が一人一人に訴えかけられると思うんだよ、うん、今日私はもともとその時事問題についてこうインスタとかで発信したことってあんまなかったの、うんうん、でもこのタイガがニューヨークにいて、リアルな声と情報とのギャップっていうものを身近に感じていくうちに、やっぱりこれはリアルでしっかり理解をしてみんなに届けていかなきゃいけない事実だっていうことは自分の中でもすごく感じて、そこには歴史だったりいろんな複雑な感情が絡んできて、それを私はこれが正解、これが間違いっていうことでこう断言することはできないのね。過去だし、もう直せないことだからね。そう、根付いてしまっているものもあるし、うん、でもじゃあ何が大事かって言ったら、知って考えること、うん、そこについて、うんうん、考えて自分の意見をやっぱこう導き出すこと、うんうん、でそれで賛同する賛同しないはそれぞれの自由だと思うし、うん、どっちの意見に賛同するとかは別にそれは個人の自由だと思うのね、私は。でも、うんうん、あ、なんか大変そうとか、あ、やばいね、で終わらせることが一番悪いと思う、うん、そこに対してやっぱ知って、うん、一人でもシェアする、なんかシェアしなくても心で留めておけばいいじゃんって思う気持ちもすごくわかる。でもそれじゃあ意識って変わらないじゃん。変わらない。やっぱこう
自分が思ったことを周りに発信して、100人に発信して1人でもあって感じてくれることに意味があると思うの。それはすごく思うね。なんか結構心に響いたっていうか、それをより感じたっていう動画を僕は見て、うん、45歳の方と31歳の方と16歳の方の、うん、その世代が違う中でも、うんうんうん、起こっている事実は同じでもやっていることは全部の世代が違うっていうことっていうニュアンスで僕は取ると、45歳の方は暴動をしてしまっている、でも31歳の方はそれを止めている、でその今のその状況を16歳に31歳の方が教えているっていう動画を見て、それはもうその動画は昔から何も人種差別は終わってないんだよっていうのを意味する動画だと思ったんですよ、それを見て。でそれを見てその31歳の方が16歳の方に、もう若い世代が何かをしていかなければならないっていう言葉を投げかけていて、黒人の方、白人の方とかだけではなくて、日本人 の自分たち自身もにも投げかけているものだと思って私自身を見ていたんですけど、それを見てその自分たちの若い世代からもずっとそれについて研究していっていろいろやる必要があるんじゃないかなって思いました。あ、そう、本当に今これこそまあ俺の時代だったり世代だったりとか、アンナの世代、リュートの世代、キンタの世代っていう人たちが、うん、まあ、これから先の世界を作り上げていく存在だと思ってるのね、俺は。でこの世代の人たちがこのことから目を背け続けたら何も変わらないと思ってるし、それこそさっきリュートが言った通りに、その動画の中で31歳の人がお前は命を大切にしろと若い子に言ってる、僕もその動画見たから分かるんだけど、命を大切にして暴力が何も生まない世界っていうのを感じ取ってくれっていう、多分その言葉ってすごく彼らも強い言葉だと思ってて、なんでかっていうと、今までその黒人と白人っていう歴史の中では彼らはまあいわゆる歴史で見るとやっぱ歴史で過去のことだけど、まあひどい扱いを受けてきてて、でそれがずっと彼らの心の中でずっと残り続けてる中で、その怒りの矛先を暴力にしたらダメなんだよっていう言葉、その言葉が出るようになったっていうことが僕はすごい大事だと思ってるの、うん、今のこの時代になった時に、それこそキング牧師っていう人が1970年代ぐらいにまあ黒人の奴隷解放宣言をして、黒人っていう人がそういう立場から今の立場になったっていう歴史の中で、あの時もキング牧師は言葉はすごく力を持つけど暴力自体は力を持たないっていうのはニュアンスの言葉を投げかけ続けた人なのね。暴力でこういうプロテストをしても何も生まれないと、それは憎しみを生むだけであって愛が生まれないっていうところで、黒人の人たち中でもできる人はいるけど、もちろんやっぱ中には難しいっていう人もいると思うから、そういうのをね。でまあ僕今アメリカに住んでるから、もちろんインスタの友達とかもアメリカの友達が多くいるんだけど、まあそのポストをした時にまあ黒人の方だったりとかからまあメッセージがちょこっと来てて、数件来てたんだけど、その内容っていうのがやっぱり彼らが思うに、君たちのようなアメリカ人でない人たちがこういうことを発信していってくれてることが本当に心の支えになってるって言葉を言われたね、うん、それって多分彼らがやりたいのって暴動でもなければ暴力でもないし、ただただ自分たちが誰とも差がない、劣っていないっていう風に周りから見られたいだけ、本当にただそれだけなの、うん、彼らの気持ちって。金持ちになりたいとか成功したいとかそういうとこじゃなくて、ただただ生まれてきて人としての扱いを普通に受けられる。例えば彼らが言うのは、電車に乗ってるだけで怖がられるとか、何か注意しただけで怖がられて通報されるだとか、ただただ外歩いてるだけで警察にずっとつけられるとか、彼らがずっとずっと心の底で思ってるのって、生まれた時から犯罪者っていう言葉が出てきてるの、アメリカで。うーん、僕たちは生まれた時から犯罪者なのって、ただの人として生まれて、ただ人として生活がしたいのに何もしていないのに犯罪者だったりとか怖い人っていう印象を持たれてるのが彼らの中での本当の心の叫びだと思う。そう思われてる事実っていうのが、それを知ってもらいたいんだと思うのね。
それを知った人たちがどう行動するかだと思うの。本当にアメリカに住んでて思うのは、あの黒人だったりとか白人だったり人種関係なく、悪い人は悪いし、いい人はいい。本当にただそれだけの、色なんて関係ないの。うん。色も見た目も関係ないの。けど、メディアだったりとか映画だったりだとか、バラエティだったりとかで、白人の人より黒人の人のを悪く描くものが多いでしょ？メディアの中で。それによって、勘違いしちゃってる人たちが多い。そういうのを、そういうので怖いと思ってる人たちが、唯一本当にやってないのは、それについて調べてない、勉強してないってことだけなの。彼らがどういう人で、何をされてて、何をしてきたかっていうのを、見ていない、触れていない、感じていないから、メディアが出したものしか信じれてない。人種問題ってアメリカだけで起きてることじゃなくて、日本人である我々が感じてないところで感じちゃってるんだよ、無意識で。その偏見をなくすことが、これから先の俺らがやるべきことだと思う。うん、そうだね。それを差別だと思ってないにしろ、そう思ってること自体が差別につながるから。うん、この人種問題っていう、人権問題っていう問題は、ずっとこの社会っていうものができて、国ってものができてからずっと続いてることでしょ。奴隷解放だったり、奴隷だって植民地だって。じゃあそこをどうやって理解を出していくのって。もう個人で勉強するしかないんだよ。そうだね。うん。まあ、勉強、それこそこういう動画って思うね。うん、何？勉強と、やっぱりあとは肌の色とかそういうのも関係なしに、一人の人間として、その人間としての尊重をする気持ちは、うん、常にみんな持っている必要はあると思います。うんうんうん、そうだと思う。うん、なんか、うん、面白い記事を見つけて、うん、まあ、元 NBA 選手だった人が今回声明文を出したのね。うん、でその人って今回、まあ、亡くなっちゃった人のジョージ・フロイドさんの大親友だった人なの。うん、でその人の声明文で、我々のポップカルチャー、いわゆるヒップホップだったりとか、そういう黒人のカルチャーってものをだけを愛すんじゃなくて、僕たちを人間として愛してくださいっていうのを声明文として出したのね、今回。それって、いわゆる NBA 選手として、チャンピオン、チームとして優勝したチームに入った人でね、13年間 NBA でやって、スターとして登り上げた人ですら、そうやって感じ続けてたって。なのに人々は人を見ずに文化だけはすごくいいもの、ジャズはいいもの、ラップはかっこいいとか、いいものだけを取り入れて、その人っていうものの本質の部分を見ない。かっこいいものだから、ストリートファッションでも何でもそう。あの人たちが作り上げた文化ってすごく今の社会に蔓延してるのね。いい意味で。トレンドになっていて、いろんな人がそういうのを取り入れてってる。じゃあそれを取り入れるときに、あの人たちの文化って何なんだろうって調べることが大事だと思うの。うん。どういう人なんだろうって、どういう人が作っていったんだろう。うんうん、そこのプロセス、そういうのって勉強でもなければ自分の好きなことから流れることだから、うん、本当にそういうところからでいい。勉強っていう堅苦しいことが嫌いな人だったら、ニュース見るのが苦手な人だったら、じゃあこういうヒップホップってどうやってできたんだろうとか、なんでこの人たちってこういう音楽作ってたんだろうっていうので歴史から調べていってほしい。で、今現在何が起きてるかってとこに自分の中での答えを見つけてほしいの。だって NBA でやってて周りのアメリカのスーパースターになっている人がその言葉を出してるんだよ。どれぐらいこれがために生きてるわけじゃないもんね。うん、うん、それがどれぐらいか大事なことなのかって、うん、なんでそういうことが起きてるのかって、なんでそれを言わなきゃいけない状況なのか、なんでこの奴隷解放が起きてから50年以上経って今でもそれが続いてるのかってとこ。なのにヒップホップだったりとかそういうものは世界的に認められてるのに、なんでこれがなくなってないのかってとこが何なのかを考えてほしい。うん、アメリカに行ったことないからわからないじゃん、もう遅いよって。だってインターネット使えるでしょって、世界の情報を手に入れれるでしょって。そんなの調べようと思ったら1日5分でいいから調べればいいんだもん。毎日それ365日やったら全然違うよ。そこをやれる人とやれない人っていうのが、これから先本当に何をして何をしなきゃいけないっていうのに関わってくることだと思う。うん、みんなが言ってることと別に何も変わらないし、まあ調べれば出るこの便利な世の中だから、事柄について調べた方がいいなとは俺は思う。うん、だけどその反面、インターネットで怖いのは流行りになってるのが俺は怖いと思う。これだね。インスタの、うん、うん、このインスタの黒い投稿の
意味を履き違えてあげてる人だったり、うん、その自分をよく見せるためにブランディングとしてあげてる人だったりっていう人をなんか見ると、うんうん、なんかそれはそれでまた俺はちょっとなんか嫌な気持ちになる。例えばなんか一人のツイッターで黒い画像をインスタに投稿する人が急上中、なんで黒なのとか上げてる人がいるんだけど、なんで黒なのっていうそのツイート自体が俺はちょっと考えられないし、なんか今起きてることをちゃんと理解してやってたらこの黒の意味も分かってると思うし、あのこの投稿自体をと重い気持ちで投稿した方がいいと思う。なんでそれをやってるのかっていうのをちゃんと知った上で上げた方が、あのその人のためになる。そうだね。そうだね。絶対そうだと思う、それは。っていうのは、絶対、ね、あの話が出なかったら伝えたいなって思った。だから今回の事件とか、今回の、まあ、きっかけになった事件だけじゃなくて、本当に過去のものからいろいろ探してほしい。本当に数多くあるから、こういうことが。うん、今までも、うん。本当にネットフリックスとかにもあるし、映画が、そういう。そうだね。本当に何でもいいからね。そういうのも全部今はもうネットに作品の名前とか載ってたりするから、うんうん、理解もその方がねしやすいと思うんだよ。うん、そうだと思う。映画とかで見たらもっとこう理解しやすいと思うし、うん、活字が苦手って人が動画がいいって思うんだったら、うん、そういうの探したらいいと思う。うん、うん、だってこんなんで全部わかるんだよ、うん、情報なんてこんな一つのものでさ、うん、全部出てきて、まあ、でもその中で気をつけなきゃいけないのはやっぱりいい悪い、間違ってる間違ってない、うん、っていうものは必ずある。うん。し、もちろんある。偏った意見のものももちろんある。そこに、やっぱ持ってかれちゃダメ、自分の意見を。だから勉強が必要なんだって、今回のことに関しては。そう。行動に移す、移さないは、ソーシャルメディアを通して、そう行動を移す、移さないは、それは個人の自由だと思ってるのね。うん。それをツイッターだったり、インスタだったりとかに乗っけなきゃいけないわけではない。ただ自分の中でそれを理解できてるかできてないかっていうのがとても大事になってきて、それに対してこう、話をできるようになってるっていうのが大事だと思うの。人に対して。うん、例えばこう、今回の話し合いの中で、今回のこと全然よくわかってねえなっていう状態が、今回の人権問題っていうものに対して話が上がったときに、僕こう思います、私こう思いますっていう意見が飛び交うような世界になっていかないといけないと思うの。うん。これはこう思う、これはこう思わないっていうところ、そこが大事になってくると思うから、本当にお願いしたい、みんなに。うん。ソーシャルメディアとか SNS とか Twitter を見てる、1時間1日のうちに見てるうちの5分でいいから、人権問題っていうものについて調べてほしい。この機会だからじゃなく、これから先も。本当に携帯を使ってるうちの、本当5分でいいから。それを、これから先、本当に周りの人がやっていく。そういうのを友達とかにどんどん話していってほしい。今回の事件を調べたことをきっかけに、今はまあコロナがね、ちょっと危険だから、こう会ったり不要に会ったりとかっていうのは難しいかもしれないけど、電話とかでさ、できるわけじゃん。電話とかで、ちょ、見たアメリカのニュースって。こういうこと起きてるんだよねって。俺こう思うんだけど、どう思うって。そこで友達と話し合う場っていうのを作ってほしい。どん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 。今回ね、そのヌーベルノームでやろうってこう、みんなで話し合うっていうのも、やっぱ誰かの何かのきっかけになればっていう気持ちもすごくあって、やっぱこういうディスカッションする場っていうのを、一人でも多くの仲間と共有してっていうところだよね。うん。だからこの動画を見て、こう何か思うところであったりとか、調べたいとか、本当はじゃあ何が起きてるんだろうって興味を持った人がいるのであれば、こういう場を積極的に作っていってほしいなとは思う。いや本当にそういうので、まあ、今回動画見たりとかしてさ、こういう話を聞きたいとか気になる、うんうん、でも話す人がいないって人がいれば本当にすぐ連絡してほしい。全然こんな場所なんていくらでも作るから、こっちが、うんいくらでも作るし、自分が分かり得る動画の内容だったりとか、何が起きてるかっていうのが説明できることであれば説明したいし、理解を深めたい人がいる分には全然やる。そういうことを感じて。そうだね。そうだね。うん、だからこの動画見て終わりっていうのやめてほしい、うん。うん。それこそね、今、これは動画として発信してるけど、それこそさっき、
アンナが言った通りに、調べれば英語の記事しか出てこないとかね、うん、日本語の記事がなくて情報が出てこない、それこそキンタもさっき言った、やっぱそのギャップ、リュートもさっき言った通り、ギャップが生まれてる、時間が、時差が起きてる、そこの情報の伝達への時差が起きてるっていうことが感じてるのであれば、今回本当にニューヨークの知人と一緒に Facebook グループでそういうの作ってるし、日本語訳にしてるものを載っけてる記事だったりとか、うん、何が今現状で起きてるかっていうのを、今200人ぐらい入ってると思うんだけど、メンバーとして。その200人の中でこう、ディスカッションする場所っていうのも作ってるから、本当にそういうのに興味があったりだとか、何か調べたいけど調べ方がわからないのであれば、連絡してくれればそういうのに全然入れるし、こういうことの機会も作ってるから、だから本当にそういうところからやっていかないと、何も変わっていかない、うん、と思うのね。それのなんかきっかけになる存在に、せっかく僕は今ニューヨークに住んでて、アメリカに住んでて、現状伝えられるから言える。俺はこういう形での行動の仕方、うん、こういうふうに分かってもらう人っていうのを、英語で話してる人がいるけど日本語で話す人ってやっぱ少ない。このプロテストっていうのが何なのか、どういう現状なんですよっていうのを伝えてくれる人はいるけど、じゃあそれをどうやって周りと共有していけばいいのかっていう共有のスペースを作ってる人ってまだいないと思うの。はい。それこそ6月の2日かな、2日にあのリジーっていう子がインスタグラムで、その子は日本人と黒人のハーフの子でね、こう自分が今までこう感じてきた思いっていうのを動画の中で話してくれてるのね。じゃあそれを見る機会って今もう100万回ぐらい見られてるの、インスタグラムの中で。それを見た100万人がどう思ったか、こんなこと言ってるぜって思ったのか、それによって行動したい子がいるんだったら全然連絡してこっちに。こういう場はいくらでも作る、本当に、うん、そうやってやってくれる子、自分の身を犠牲にしてでも、自分が話したくないことを話してでも、この思いを知ってほしい。その動画の中で涙してるけど、その子はそれぐらいきつい思いがあるんだよっていうのを感じてほしい。あ、この子こういうこと話してるだで終わってほしくない、本当に。もうそんなもん、13分の動画だからさ、1日の13分なんてすぐじゃん。もうそんなもん、何かしながらじゃなくて、それはちゃんとそれだけにフォーカスして見てほしい。その13分間だけ、その動画を見てほしい。何か思ったらすぐ行動してほしい。それに対して発信する必要はない。例えば勉強できる、個人でできることはいろいろあるし、まあでもコロナでまだこう家にいる時間がある人は調べてほしい。大学がちょっとまだ動いてないとか、もう本当に1時間2時間調べたらいっぱい出てくるから、情報なんて、うん、ちょっとこの英語わかんないんですけどってなったら、あの連絡して、俺に。そしたらそういうの全部まとめてるところに入れるから、うんうんうん、そういう行動は個人で決めてもらっていいから、うん、連絡しなくてもそこには入れますよね。入れる、入れる、入れるし、あれば、まあ、ただそのなんかどういうのかわかんなければ、どういうふうに入ればいいかわかんなければ、一応今回さ YouTube にも載っけると思うから情報とか載っけとくけど、この発信することが偉いっていうのを、あの勘違いしてほしくない。発信することが偉いわけじゃなくて、ね、別に発信するのは個人の自由でいいから、うん、そこは誰も強制はしてないし、うん、しろとは思ってないから、うん、僕自身ね。けど、発信もしないけど、見て見ぬふりすることは罪だと思ってる、今回のことを。はい。はい。この、白人黒人間の問題だけじゃなくて、人権問題、差別、人種差別っていうものに対しての事件っていうじゃない、その問題の事柄について、その、目を背け続けようとしてることは罪だと思ってほしい。そこは。そこを、本当に少しの触りだけじゃなくて、ちゃんと歴史を見て調べていってほしい。それを発信する必要はないから。自分の中だけでは理解するだけでいいから。そういう会話になった時にそういう話ができるっていうぐらい調べてほしい。このことを。知識があれば助けてあげれるからね。そういう子たちを、うん。他人事じゃないんだよっていうところだよね。うん。だからやめようぜって。そういうのはもう。なんか見て見ぬふりするのはやめようよって。うん。何か行動出してって。SNS じゃなくて友達とかね、家族とかね、うん、本当に別に本当にさ、一人の人に話すだけでもいいわけよ、そういう気持ちを、うん、そうやって何か行動を移せる人っていうのがこれから先大事になってくるし、こういう問題に立ち向かうときにそういう人が多ければ多いほど、こういうことに立ち上がってる人たちの助けになるっていうのを理解してほしい。意味ないことないから、どんだけでも自分そういうの拡散能力ないからってさ思う必要ない。そういうのをやってくれる人が一人でもいるってことが大事だから。
数じゃないと思ってるから、うん、それは。うん。あとはその、この発信を続けていくこと。そうだね。これは続けていきたいね。こういう回っていうのを、まあこれからね、動画にはしないにしろ、なんかやっててもいいかなと思ってるから。うん、そうだね。うん。それはやっていくべきな気がする。だから今回のことで、自分たちが黒人サイドとか白人サイドとかっていうのは全くなくて、うん、中立の立場として意見させてもらったけど、うんうん、まあ中にはね、言葉のね、捉え方で、いや、お前黒人サイドやんってなる人もいると思うんだけど、別にそんなことは絶対できないから、その、あくまで今回のことをきっかけに何か変わってほしいっていう気持ちを伝えたかっただけ。俺はニューヨークにいるからこそわかる。ニューヨークにいるからこそ、日本人に対する、日本人が持ってる人種差別、人権問題とかに対する意識の低さ、っていうところがすごく感じたから、自分の中で。もちろんそうじゃない人もいるのは分かってるから。うん、じゃなくてね、うん。そういう人がやっぱ多い、まだ多いんだなって。いうところがすごく感じるし、もう今アメリカだけじゃなくてフランスでもプロテストが始まってるわけだから。だからプロテストをやれとは思ってないけどね。うん、ただそうやって他の国の人たちっていうのは、なんかそういう意識がこう動いて形にしようとしてる人が、多いなっていうのをすごく感じてしまったの。だからかな。だからなんかこう日本語で発信できるし、ここにいるから日本人の人がそれを理解した上で何かこう理解を深めてくれたらなっていうところ。うん。うん。何かこうなんか別にプロテストを促してたとか、何かしてくれって言ってるわけじゃないけど、うんうん、何か一つそういう人たちの支え、うん、なる存在になれると思うから。うん。だって元は同じ人間なんだからさ、色が違うだけで、うん、人種が違うだけだから、人としては人と人との関わりなんてさ、ラブ&ピースでしょ。愛さえあれば平和になるんだから、その愛をもっと深めてこうよってこと。この人権問題とか人種問題ってものは常に何か考え続けて生きていく必要があるよってことだよね。うん、これはね、これはもう多分ね、ゼロにすることは難しいからさ、歴史を変えることは難しいから、けどこれから先のさ、10年後ね、俺らの孫とかね、うん、子供とかの世代の時にさ、うん、もっとより良い風になってさ、こういうことが本当に世界中で起きないようになるっていう未来が作れる土台を作ることって大事だと思うからさ。そう、憎しみあっても何も生まれないんだよっていう世界を伝えていけるかどうかっていうのは本当に俺らの世代からだと思ってるんだね、うんうん、そう、俺らの世代だけじゃない、もちろん今生きてる人たちがどう行動してこれから先生まれてくる人たちに対してそういうことを投げかけていけるかってことだから、この問題と意識的に向き合っていけるのは本当に私たちの世代だなとは思う。まだまだこうね、専門家みたいなことは言えないし、専門家ではないから何とも言えないけど、まあ今こう現場にいて感じることはそういうこと。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。